2021年怪しく輝く日本アレコード大賞。さあ、時刻は9時20分アレコードのコーナーです。今週はですね、特別企画、いよいよ2021年アレコード大賞の発表です。コメンテーターにはアレコードコレクターを代表いただきまして、和物 DJ チンバン亭娯楽賞にお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。おはようございます。師匠、お願いいたします。これをね、聞かないと年越せないですからね。そうなんですよ、はい、でも毎年恒例って言い切っちゃってるんですけど、はい、5年半番組やってて4回目なので、はい、あれ1回忘れてる年なんだ、はい、そうなんですよ。そうなんですね。俺もモヤモヤしてた時ありますからね。あれ、なんかカウントがおかしいぞって思うのは、まあまあそういうことなんですけども、今年オンエアしたアレコード138曲の中から、はい、リスナーの皆さんからの投票によってアレコード中のアレコードが決定いたします。はい、ちなみに結構今回票が割れた上に、はい、1位2位が結構大接戦でございました。まあ、ベスト3と行きたいところなんですけども、はい、まあ、もうちょっと聞きたいでしょっていうことで、はい、まず第4位でございます。はい、辞典になった曲をちょっと紹介させてもらいます。はい、リスナー投票56ポイント獲得です。はい、ダーリア&ベニャミンでアパニャドン。はい、はい、これはチンバン亭推薦曲ですよね。そうですね、僕ですね、癖の強いなんかチンバン亭は手に入れた時は、はいはい、インドネシアの、なんていうんですかね、デュエット曲。そうです、そうです、男と女のラブゲームみたいなね、ああいう感じを想像して買ったんですけど。はい、で、言って、このアパニャードン自体はいろんなバージョン、いろんなアーティストが出てるんですけども、はいはいはい、このダーリア&ベニャミンの、はい、アパニャードン、力入りすぎる。ムードとかじゃないんですよ。そうそうそう。なんか肉食感すごいんですよ、ね。お互い食い合ってね。そう。さあ、投票いただいたリスナーの方、はい、42歳男性、ラジオネームゴーレムあやめさん。ありがとうございます。はい、あの強烈なシャウトが耳から離れず何度も聞き返しました。特に、女性の方の喉から何かが生まれそうです、はい、そうですね、インドネシアの何かが生まれそうです、ね、何かが生まれそうですよね、はい、まあだからある意味忘年会ソングだと思ってもらうといいかも。デュエットっていうの ね、 ね、これカラオケでね、歌ってほしいですよ、日本の人がね。ただね、あの力み方が出るかどうかですよね。あ、そうそうそう、いや、おばちゃんいきそうですよ、結構。さあ、じゃあその力の入れ具合を聞いてください。はい、2021年アレコード大賞リスナー投票の第4本位です。ダーリア&ベニャミンでアパニャドン。Pikir-pikir apanya 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 dong yang sebelah.Sesuatu sangat menarik. Pikir-pikir apanya, apanya, apanya dong. Aku punya apa? Sungguh mati aku tak tahu. Coba apa rambutmu, keningmu, semuanya biasa saja. Coba aku lihat lagi.Apanya
かね、そのあんこ椿は恋の花の力の入れ方なんだけど、はいはいはい、なんだけど喉を痛めようとしてくるっていう、ね、あんこなのに必ずあーっていう何かを、なん喉に引っかかってんのかな、ね、そう何かを産み落とそうとします、ヤシの実がそんヤシの実が詰まってる、でけえな、でけえな、それを出そうとしてる、それを何とか出そうとしてる、病院行った方がいいよ、詰まってるとしたらお医者さんにね、はい、なんかそのどっちがどっちかも分かんないし、男性の方もそこそこ力んで始まるんだけど、そうなんだ、負けるもんかっていう、さらに上を行ってくる、ね、きますもんね、してきますからね、インドネシアの見事なアレコード、はい、リスナー投票第4位に入りました、アパニャードンです。さあ続いて、はい、2021年アレコード大賞第3位です、はい、リスナー投票97ポイント獲得です。もう、僕大好きです、はい、ヒゲおじさんで途中経過を報告すれば、まあ僕は元祖ヒゲダンって呼んでますから。ヒゲダンね。はい。ライターの蒲生雄一さんが、はい、推薦してくださったんですけど、はい、いや、これね、ほんといい歌なんですよ。はいはいはい、はい。で、なんかだんだん、もうアレコードに麻痺してるから、はい、だんだんいい歌だなと思ってきた頃に、ちょっとどうかしてる口ギターのソロが入ってああ、それね。そこなんですよね。リスナーの皆さん、はい、49歳女性ラジオネームあゆみんさん、ありがとうございます。この曲を聴いた時のインパクトは今でも忘れません。曲のスケールの大きさ、一生懸命な感じの歌詞、ヒゲおじさんという謎の歌詞を全てが素晴らしい、はい、っていうかね、途中経過を報告すればっていう曲なんですけど、はい、報告する気がないんだそうそうそう、これもやもや系アレコードですよね、はい、途中経過を報告すれば、はい、いろんなことがありまして、いや、そのいろんなことを報告するやつを知りたいのに、途中経過だと思うんですけど、ねえ、埼玉県久喜市50歳男性、はい、ラジオネームおぐちゃんさん、なかなか途中経過が報告されません。そう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 。そうなんですよ、はい、独特なスキャットが魅力的です。何度も聴きたくなります、まさに元祖ヒゲダンです。カラオケがあったら歌いたいぐらい。本当にいいのかな、ねえ、うん、でもね、これ本当に聴き直せば直すほど、はい、別に歌ってものすごいこう上手い歌唱力、音符が取れることがいいことでもないじゃないですか、はいはいはい、なんか持ってる空気みたいのがいいんですよね。あ、そうですね。さあ、それではどれぐらい報告してくれないか聞いていただきましょう、はい。2021年アレコード大賞リスナー投票第3位です。ヒゲおじさんで途中経過を報告すれば。途中経過を報告すれば、いろんなことがありまして、いろんな人に会いまして、私にすれば一大事、私にすれば精一杯、私にすれば画期的、私の小さな大冒険、とても明日が楽しみです。いろんなことがありそうで、いろんな人に会いそうで、今日もため息、途中経過はまだまだ続き、あれから後が大変で、それからそれと広がって、私にすればスキャンダル、私にすればサスペンス、私にすれば大ロマン、だからここまで生きてきた、とても明日が楽しみです。いろんなことがありそうで、いろんな人に会いそうで、今日もため息、それから先が問題で、次から次とありまして、
私にすれば要するに私にすればやはりその私にすればやはりあのできることなら今すぐにとても明日が楽しみですいろんなことがありそうですいろんな人に会いそうです今日もため息いろんなことがありそうでいろんな人に会いそうでやっぱいいですわ癖になりますよ、はい、まあひげおじさん、はいまあ、作曲もしてるんですけども、和田昌司さん、はい、で作詞はあの伊藤明さんなんですよ、はいはいはいまあアレコード的にも音楽界的にも超大御所、ね、で、残念ながら今年亡くなられたんですけどもなんかこう最初の途中経過をなかなかしてくれないことに慣れ始めていい歌だなと思ったあたりで、はいトゥントゥン言い出すじゃないですかトゥントゥンねトゥイントゥン言い出しますよ、はいはいはい、でトゥイントゥイントゥトゥントゥントゥンにも慣れた頃に、はい、急に志村健さんばりのわーおが入るじゃないですかいやー飽きさせないと言いますかねすごいですねいい歌に聞こえてきた。いい歌に聞こえてくるんです。はい、ただやっぱ詩、あの伊藤先生の、ね、詩ですけどね、はい、途中経過しなくて、もう結果の時に教えてもらえばいいかな。うん、何が起きてるかもわかりませんから、これの場合はね。いや、ということで第3位ですね、はい途中経過を報告すれば。はい。さあ、いよいよ、接戦だった1位と2位です。はい。第2位。はい、リスナー投票143ポイント獲得です、うん、天満ルミ子で、はい、その時私はタクシーを止めた、はい、これあの、うん、もう笑っちゃってるねちょっとなんかブルッとしちゃってこれブルッとするこの曲今そのブルッとするってことはこの曲がちゃんと印象に残ってるっていうことなんですけど、うん、一応部門賞ではですね最優秀嫌な客賞っていうのを受賞してるタクシーの運転手から聞いた、はい、すればっていう、はいはいはいアーカイバーの鈴木博之さんがご推薦いただきました、はい、これも伊藤明さんなんですおーすごいですね作詞作曲伊藤明川口誠コンビっていうおすごいですね川口誠さんねで、天満ルミ子さんは、ピンクレディの妹分としてデビューしたアイドルちゃんでございます。はいはいはい、あいっぱいその時代いたかもしれないですかね。そうなんですよ。ピンクレディ、キャンディーズ。で、そこが本当に力が入ったなと思うのは、はい、ピンクレディの終わりの方は、この伊藤明、川口誠コンビは楽曲を提供してますから、はい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 、まず割と正統派な位置にいたあそうですね。そうですね、うんうん。で、リスナーの方からの投票コメントです。はい。はい。まあまあこの歌その時私はタクシーを止めたっていうこの歌は急にタクシーに乗り込んできて一方的に幕下てる、はい、どうかしてるお客さんの話なんですけど、はい46歳男性ラジオネーム、はい、広江門さんありがとうございますこの歌でのタクシーの最終的に降車する場所が今の自宅に近いの で, いいです、ね、少し嫌ですっていうちょっと待ってよあそこ曲がってここだろ地形だっていうのが俺も自転車でその辺行ったことありますね, ねここが現場だっていうそうそう分かっちゃう、杉並区52歳男性ラジオネームゆかたちゃん、はい30年以上前に一度ラジオで聴いていると、はい、でいて、はい、なんて曲なんだかわからないままちょっとどっかに引っかかってたのがアレコードで聴いた時にこれだと思い、はい、感動しました、はい、あじゃあインパクトあってもうその頃から、はい、
で最終的にその歌詞に出てくる場所が私が現在働いているところに近いので、あ、もう近い人がいた。みんなヒヤヒヤしてるんだ ね。そうだね。いや、もうざわざわします、ね。狂気的な。逆に言うと浴衣さんはもうこの曲に取り憑かれてるってことですよね。だって30年間分かんなかったのに気づいたら近くにいるんだから。まあ僕はあの、はい、今日も頑張って働いてらっしゃるタクシーの運転手さんにぜひ聞いてほしい。聞いてほしい。なるほど。自分がもしくはあの自分が運転手さんだったら、はい、このケースどう思うっていう、あ、はい、それをあの僕は、ね、聞き方としてお勧めしたい。はいはい。じゃあ聞きましょう。みんな運転手さんの気持ちで聞いてください。はい。はい。2021年アレコード大賞惜しくも2位でした。天馬ルミ子。その時私はタクシーを止めた。はい。あの人死んじゃうわ。さっき電話かかってきたのよ。君に二度と会えないだろうってそこで急に切れたのよ。そうよ、私のせいよ。嫌いだなんて言ったからよ。嘘よ、誰よりあなた、すいません、あの言われたところには行きますんで、とりあえず行きますんでとしか言いようがないですもんね。はい、うわ、あの、なんか久しぶりに聞いてみると、はい、やっぱよりこの女の子、はい、やばい、あれだわ。あれだ、あれだ、ちょっと。だって、まずね、頭で、神奈川から玉川通り右に曲がって、最初の角左に折れ、信号手前、はい、手前。はい、その先は後から言うわだとすると、はい、一旦神奈川から玉川通り右に曲がってくださいまででよくない？はいはい。ちょいちょい案内するんなら、中途半端なとこまで言わないで。はい、ね。で、いて、まあ、運転手さんとは全く関係ない事情、急いでくださいまでは、まあまあ、その交通法規の中で何とかしますけど、はい、あの人死んじゃうと。うん、電話で、俺死ぬわっつって。うん、ああ、はあ、そうですか、なんつってね。うん、でいて、どうやら私が嫌いって言ったら向こうが、うん、まあ、じゃあもうそんなだったら俺は別れるがやったら死んでやるってなっちゃったわけで。はいはいはい。まあ、ここまでいいんですけど、3コーラス目なんです、問題は。うん、ね、はい。おじさん真面目な話なの。呆れ顔で聞いたりしないで。呆れ顔で聞いたろうね、おじさん、ここまで。そう。
って。ああ、はい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 ってなったと思う。で、死ぬと言ったあの人本気だわ、つって、うん。で、愛し合えばわかるの。だけど、私に会えばあの人きっと微笑む。そうよ、私を抱いて、やり直そうって言うわ、って言ったわけでしょ。はい。で、最後、割と細い道、最初の角左に降りて信号手前、小さな路地を入ってすぐ白い家で、その前で待っててタクシーって言うじゃん。そう。はい、抱くのに。まあまあまあ。だって、知ったこっちゃねえでしょ、うん、その抱いてる間のこと。はい。待たせてるわけですね、はいはいはい、最後はね。このタクシーの運転手さんからすると、いやいや、お金を払って、ここまでとりあえずお金を払ってもらえませんかって思うでしょ。はいはい、で、その、じゃあ抱くとすればいつまで待てばいいんだろうっていうことじゃないですか。はいはい、で、その予想が甘くて、やばいってなっちゃった時に、はい、やっちゃった時に、連れてくる彼氏は、結構な状態で連れてこられるわけですよね。ここで清算して、僕を返してもらって、はい、最悪のケースは、救急車を呼んでもらった方がいいでしょうね。いやー、やっぱいいわ。相当ですよね、うん。タクシーの運転手さん、多分こういうケースあるんだろうね。いやー、大変なお仕事ですね。まあ、なると思いますよ。本当ですよね。ご迷惑をおかけします。はい、ルミコがご迷惑をおかけします。ね、さあ、いよいよ、はい、大賞の発表です。はい、2021年にオンエアしたアレコード中のアレコード。はい、2021年、怪しく輝く日本アレコード大賞は、ガンジー森田、佐山純子で、おせっかい。関係者席の涙がみんな止まりません、ね、はい、笑いと涙が、苦節何年か苦節何年か分かりませんけど、はい、ついについにですよ、はい、ついにね、リスナー投票168ポイント獲得です。最後伸びたんですよ、最後伸びて、はい、おせっかいが勝ちましたけれども、はい、発売時期不明なので苦節何年かがもう分かんないんです。この人、まあ、富澤昭仁さんがご紹介くださいました、はいはい、富澤さんは、2019年以来、はい、2年ぶり2度目のアレコード大賞、ね、ありがとうございます、まあネットで検索しても何も出てこないです、うん、ガンジー森田さん全くインド感がないですガンジー、ね、普通のおじさんで、うん、どっかなんかこう海岸のジャケット写真なんですけど、はいはい、まあ、丸囲みの佐山純子さんで、はい、もう一個丸囲みがガンジー森田さんだと思うんですけど、はい、その横になぜかスナックでお酒飲んでるおばさんの写真が、ね、あ、 ありますね。これわけがわからない。どこなんですかね。わか、多分なんか、こんな、なんて言い方ですか、芸能界では。金主。金主。スポンサー。スポンサー。スポンサーさんかなんか、この人のバックアップがあってレコードが出たのかわかんないんですけど、はいはいはい、そうなんですよね。なんか、スナックで、ママがカウンター越しに常連客と喋ってる、ポーズも撮ってないの。水割り片手に。そうですよね。日常のね、関係で。さあ、リスナーの、方からの、いただいた投票メッセージ、はい、すごいよ、桃次郎さん、ありがとうございます、はい、タクシーの歌と迷いましたが、はい、変な歌い方が気に入ってるのでこの曲にしました。ラジオネームプリニャの父さん、ありがとうございます。独特な歌唱法です、衝撃ですっていう、うん、ね、これはもうキーワードあります、もう、はい、かまととチックです。あ、頭のとこね。はい、あの歌い方がかまととチックだっていうふうに言っとかないと分かんないですよ。あ、そうかそうか。決めてでてっとっていう。決めてでてっとって聞こえますか、はい。それではそのあたり注目して聞いてもらいましょう。2021年怪しく輝く日本アレコード大賞。ガンジー森田、佐山純子で、おせっかい。はい、東の国からやって
ってきた。かまどたちくんねすみれさん、君をくどいたあの人がよそのかわいこちゃんとおっと言ってた。せいや僕がなんとかしてあげようか。してして、刺しつ刺されつ刺しつ刺されつのむさかば。南の島からやってきたおしゃれでシックなローズさん、お酒が過ぎると絡む癖、それで彼氏に逃げられたのね。いや僕が何とかしてあげようか。してして、刺しつ刺されつ刺しつ刺されつのむさかば。西の空からやってきたうぶであっちくちゃいのタンポポさん、品物たくさん買いすぎて帰りの電車賃負けだったのに。そうよ、僕が何とかしてあげようか。してして、刺しつ刺されつ刺しつ刺されつのむさかば。北の海からやってきた頭っけちっくんなポッケコさん、そろそろあなたも年頃よ、いかずのごっけさんになっちゃうよ。いやん、僕がなんとかしてあげようか。してして刺しつ刺されつ刺しつ刺されつのむさかば。やっぱ改めて年末味わうとよりいいなと思うのは、はい、僕やっぱりかまととチェックでかまととチェックに引っ張られすぎたんですけど、はい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 、今もっと不思議なのはそれでこれしてあの感じのあの感じすごいっすね。そう、あのいやー独特な、はい、ということで2021年のアレコード大賞は、はい、ガンジー森田佐山純子のおせっかいに栄冠が輝きました、はい、リスナーの皆さんご協力ありがとうございました。ありがとうございます。順番で、はい、総括をお願いします。総括もクソもなんないけど、はい、まあ、あの来年もね日本を明るくしたいですね、はい、そうそうですね、そうですね、また動けるようになったらいろんな地方の中古レコード屋さんも回れますもんね。そうですね、はい、いろいろレコード掘りたい。ということで来年もまたよろしくお願いします。コメンテーター和物 DJ チンバンテー娯楽師匠でした、はい、アレコード来年もよろしくお願いします。ありがとうございます。